お友達がテラスに来てますね。そうですね。こんにちは。こんにちは。あなたの痩せたいお考えをみなりましながらマキコです。よろしくお願いします。おい、ただいま帰ります。何話のフォアを。楽しかった。楽しかったですね。なんかやっぱりまあ、さっきラジオ参加者のモナミさんともお話しさせてもらってたんですけど、ちょっと私だいぶもう関西を離れて随分経ってるんですね、で来た時にやっぱりその関西弁だと、ちょっと売りつけられるイメージだったりなんかこうガハハイメージが強いからなるほど、ちょっと控えた方がいいよっていうことを、まあ、きっかけなのと、あと大阪で生活してる時も、年配の方とか先輩とかに話す時は、ちょっと丁寧語の位置づけにあるので標準語が、なので一人でまあこっちに来てたくさん教えていただく立場にいるので、そういうのもあって標準語ってなってたんですけど、なんかやっぱりこう関西弁で生きてきているので、なんか自分のすごくこう細かい感情を人に伝えるにはなんか関西弁の方がいいのかなとかって思ってきてなんか今言ったらなんかその英語で喋る感覚かね。いや今ねまさに言おうと思ったの私。あ、外国語と一緒だよねって。そう、なんかそんなにただ見聞きしてるし、憧れてドラマとか見て、標準語ってやっぱりちょっと憧れるとこもあったのでそんなこう異国の気分はなかったんだけど確かになんかこう自分の感情が湧いてきたものを脳で一回やっぱり変換はしてるので、ちょっとこう生の声には伝わらないのかなということを少し感じた、お盆休みでございました。大阪ネイティブなあきこさんというのをちょっと見てみたんですどんなもんかそうだ、ちょいちょい出せばいいんじゃないですか。いつかやってやれて今日はじゃあ大阪ネイティブなあきこでいきます。ちょっと面白かったですね。関係ない話になっちゃいますけど、関西のローカルの番組で、せやねんっていうテレビの番組があるんですよ。へえ。せやねんって、そうやねんっていうか、そうだよっていう、そうだよってことなんですね。だけどすごい本当になんかローカルな関西弁なので、それが番組名になっちゃうってすごいしかも友達がたまたま働いてるオムライス屋さんが取材されたから、見てって言われてて見たんですけど、そんなせやねんとかっていう番組だから15分番組ぐらいかなと思ったらがっつり午前中の番組でこっちで言うとすっきりか、そうだよね、なんか特ダネぐらい、もうちょっとあるかな、長みたいな大阪の話するとね、ネイティブになるんだね。ちょっとこう今素直に感情を出すことを今いいよ、学び中、すごいいい感じそんな大阪ネイティブな、そうですね、はい、今日もお客様の変化っていうのをちょっとか、はい、簡単にというかお話しさせてもらいたくって、その私の感情の変化っていうのもそうなんですけど、これお客様のダイエットのグラフなんですが、このちょこっとこう上がってる時、ダイエットスタートされて順調に落ちてたんだけど、ちょっとこうプキってこう戻っちゃったというか、増えちゃった時があります。この時は、彼女は、このままダイエットを継続していいものやら、やっぱりお仕事も忙しいし、なかなか自分お子様がちょうどなんか受験だったりとかで、自分中心にこんなことやってていいのかで少し悩まれた時期なんですね。なるほどね。ですけどもうこれ1週間、5日目ぐらいかな、それで続けてこられていて、やっぱりでも体調の変化を感じられたのが一番大きかったんですけど、そうだね、なんかちょっと更年期だと言って諦めてらっしゃってたホットフラッシュとか、頭痛っていうのが今まで漢方薬とか、いろんなことを試したんだけど全く改善されなかったのがストンとなくなったそうなんですね。嬉しいよね。だから娘さんとかを支えていくにも、自分の体が一番だから、もうちょっとやっぱりやってみようかなって決めた途端、トントコ女の人って覚悟っていうか、こう決めたらちゃんと本当に真面目にやるもんね。そうですね。それまでは迷ったり悩んだり結構するんだけど、よしって思ったら本当に確固たる意志を持ってね、本当頑張る人多いよね。いろんなね
ね、やっぱり歯車が、まあ、自分が決めると、よく物語が順調に進んでいくって言いますけど、やろうって決めて、まずあとこの夏、8月、ちょっと休んで皆さん忙しいでしょうけど、ちょっとご自身の体に向き合っていただきたいなと思います。ごもっとも頑張ります、はい、ほなまた出ちゃって、ありがとうございましたネイティブアキコ出た、出ましたね、かっこいいね、なんか大阪弁やっぱりすごいな、ネイティブパワーほなまたいいかっこいいですな、